ニール・サリバンはイングランド・サットン・ロンドン特別区出身のサッカー選手。ポジションは GK。スコットランド代表として28試合に出場した。1988年にウィンブルドン FC でプロキャリアをスタート。しかし、プロキャリアの船では順風満帆とはいかず、出場機会に恵まれなかった。1991-92シーズン途中にクリスタルパレスへ。 レンタル遺跡を経験、ここで鈍ながらプロデビューを飾る。ウィンブルドン復帰後もゴールマウスは遠い存在だったが、1995-96シーズンから徐々に出場機会を増し、正 GK を確固たるものにした。一方でデビッド・ベッカムにハーフウェイラインからロングシュートを決められた上に、このゴールが FA の1993年から10年間の ベストゴールに選定されるという不名誉な記録もある。ウィンブルドンの降格に伴い2000から2001シーズンからはトッテナムホットスパーに加入、すぐにレギュラーを獲得。その実力は当時のイングランド代表制 GK、デビッド・シーマンと同等、もしくはそれ以上と評価され、ブリテン島最高の GK と評された。しかし、2002から2003シーズンは怪我と調整の、 失敗で、出場ゼロに屈し、翌年チェルシーへ移籍。チェルシーでも一度崩れてしまった調子を取り戻すのは、ナンディで、1年でリーズユナイテッドへ移籍。ポール・ロビンソンのリプレイスを期待されたサリバンは、それを、クラブ最優秀選手選出という形で表した。2007年からレンタル移籍からの完全移籍で、ドンカスター・ローバーズに所属。 スコットランド代表として28試合に出場し、1998FIFA ワールドカップのメンバーにも選出されている。ありがとうございます。